今日大分市役所を訪れたのは市内に住む池部盛樹さんと忠子さん夫婦です。池部さん夫婦は49年前の4月6日当時18歳の娘と当時15歳の息子を交通事故で亡くしました。亡くなった2人の50回忌に合わせて供養の気持ちと命を守る現場での活動に生かしてほしいという思いから救急車1台を寄贈したということです。救急車は2人の名前を組み合わせて秀政号と名付けられ、明日から大分市中央消防署明野出張所に配備されると